キーワード聞き流しで覚える、中学受験、地理をご視聴いただき、ありがとうございます。水産業、漁業の種類と特色を、聞き流しで覚える動画です。それでは早速始めましょう。200回り漁業戦艦水域、排他的経済水域。自国の沿岸から200回り、約3 7 0トルの水域のことを、200回り漁業戦艦水域、 排他的経済水域と言います。沿岸国が、漁業、発掘、開発、保存、管理などに関して主権的権利を持つ水域で、他の国が自由に活動することはできない水域です。石油危機、オイルショック。原油産油国の減産や価格の大幅な引き上げによって生じた、世界的な経済混乱のことを、石油危機、オイルショックと言います。 1970年代の二度にわたる石油危機、オイルショックにより、燃料や石油製品の値上げなど、日本も大きな影響を受けました。沿岸漁業。日本のすぐ近くの海で、日帰りで、小型の船を使って、サバ、アジ、イカなどの魚を取る漁業を、沿岸漁業と言います。沖合漁業。日本の排他的経済水域内の海で、 数日間かけて、中型の船を使って、カツオ、イワシ、サンマなどの魚を取る漁業のことを、沖合漁業と言います。栄養漁業。日本から遠く離れた海で、数ヶ月かけて、冷凍設備を持つ大型の船を使って、カツオ、マグロなどの魚を取る漁業を、栄養漁業と言います。沖合漁業。現在の日本で、 最も漁獲量が多い漁業の種類は、沖合漁業です。栄養漁業は、1970年頃に漁獲量1位でしたが、1970年代の、二度にわたる石油危機、オイルショックや、世界各国の排他的経済水域の設定により、急激に漁獲量が減り、衰えていきました。赤潮。プランクトンの大量発生により、海面が赤くなり、 水産物に大きな被害をもたらす現象のことを赤潮と言います。赤潮や海の汚れなどの影響で、すぐ近くの海で漁を行う、沿岸漁業の漁獲量は、伸び悩んでいます。定置網。魚の群れの通り道に網を仕掛けて、魚を取る漁法は、定置網です。酒など、決まった時期に、決まった場所を通る魚を取るのに適しています。 底引き網。大きな袋状の網を漁船で引いて、魚を取る漁法は、底引き網です。カレー、ヒラメ、スケトウダラなど、海底にいる魚を取るのに適しています。巻き網。大きな網で、群れごと魚を取る漁法は、巻き網です。イワシなどのように、群れで移動する魚を取るのに適しています。ハエ縄。長い縄から、 釣り針のついた枝縄をいくつも下ろして魚を取る漁法はハエ縄ですマグロを取る時の代表的な漁法です一本釣り漁師が釣竿を使って魚を一匹ずつ釣り上げる漁法は一本釣りですカツオの一本釣りが有名です養殖業養殖業は稚魚魚の子供を取り生けスを使って 魚が大きくなるまで育て、大きくなった魚を出荷します。安定して出荷できますが、多くの餌代がかかります。また、海が汚れ、赤潮が発生すると、イケスの魚が全滅してしまうなどの問題点があります。栽培漁業。栽培漁業は、魚の卵を人工的に孵化させて、稚魚、魚の子供になるまで育てた後、海や川に放流し、 大きくなってから取る漁業です。魚を自然に放流して、自然の中で成長させるので、海や川の魚の数を増やすことができますが、放流したすべての魚を取ることはできません。今回は、水産業、漁業の種類と特色についての学習でした。このチャンネルでは、地理、歴史、公民、理科、国語など、中学受験に役立つ動画を公開しています。 ぜひ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。